宇賀民生ら。ここ奄美大島は自然が豊富で伝統文化に恵まれたとても楽しい島です。ですが人々から恐れられている生き物がいます。それは猛毒を持ったハブです。ハブがいるこの島で私たちはどのようなことに気をつければよいのか、これからハブについて学んでいきましょう。それでは始まります。奄美大島の陸地にはハブを含め8種類のヘビが生息しています。毒のあるヘビはハブ、ヒメハブ、ガラスヒバー、ヒャンの4種類。無毒のヘビは赤股、琉球青蛇、アマミタカチホヘビ、ブラーミニメクラヘビの4種類です。特に危険なヘビはハブとヒメハブ。他のヘビと見分けるのは難しいですが、ぜひ覚えてください。ハブは主に夜活動する夜行性です。日中は直射日光を嫌い、草むらや物陰に身を潜めています。ハブの活動に適した温度は18度から28度。主な活動期は4月から6月、9月、10月。真夏や真冬は行動が鈍くなります。活動期はハブの出没に注意してください。ハブの1日の活動半径は約100メートル。見つけたハブを見失っても近くにいるかもしれないので気をつけましょう。ハブは何を食べているの？ハブは主にネズミを食べます。他にもカエルや鳥、ヤモリなどを食べることもあります。ネズミが頻繁に出るようなところはハブが近づいてくる恐れがあります。素早い動きのネズミをハブはどのように感知しているのでしょうか。実は熱を感じ取っているのです。熱を感じるピット器官。ピット器官は目と鼻の間にあります。ハブは熱があって動くものに反応します。お湯の入った風船を近づけてみると、
ハブの攻撃を避けるためには 1.5 メートル以上離れてください。ハブはピット器官で熱を感じるため、ハブを中心とした半径 1.5 メートルの円の中には近づかないようにしましょう。ハブの毒。ハブの毒は血管や筋肉を溶かしてしまう出血毒。体内の血液に混ざると患部が内出血を繰り返し、激しい痛みとともに腫れ上がります。そのままにしておくと命に危険を及ぼす恐ろしい毒ですが、本来は食べたものを溶かすための消化酵素、唾液のような働きをしています。それでは、もしハブに噛まれた場合、どのようにすればよいのでしょうか。大丈夫なの？大丈夫だよ、多分ハブ、ハブ、ハブ、ハブにやられたんです。安静にして助けを呼びましょう。あ、もしもし、すいません、ハブに噛まれました。すぐに病院へ連れて行ってもらうか、はい、救急車を呼んでください。治療の準備が早くできるように、あらかじめ病院に連絡しておくと良いでしょう。撃たれてる、撃たれてる。携帯用毒吸引器がある場合は、傷口から毒を吸い出してください。説明書は事前に確認しておきましょう。傷口から心臓に近いところをタオルなどで縛ってください。15分に一度はタオルを緩め、血を通わせてから再度縛り直してください。毒の吸い出しやタオルで縛るというのはあくまで応急処置です。必ず医療機関で治療してください。では、ハブに噛まれないためにどのようなことに注意すればよいのでしょうか。普段の生活の中で気をつけること、身の回りでできることを確認していきましょう。注意と対策のポイントは、ハブがいるかもしれないという心構えです。普段の生活の中で気をつけること。1、草むらには入らない。2、歩道や山道を歩く場合は道の真ん中を歩く。3、夜はライトを照らして行動する。4、家畜小屋や倉庫に入るときは上下左右頭上を確認する。ハブがいそうな場所に近づかないこと、ハブがいないか確認することを暮らしの中で意識しましょう。次に、身の回りでできること。1、家の周りの草刈りをする。2、外にある不要なものは片付ける。3、ネズミを駆除する。4、ネズミの餌になる食べ物や生ゴミは放置せずに片付ける。5、外で作業をするときは肌の露出を避ける。6、地面が見えない草むらで作業する場合は
1.5 メートル以上の棒で草をかき分け、ハブがいないかを確認する。ハブの住処になる物陰をなくし、ハブの餌になるネズミを駆除することで、ハブが住みにくい環境を作りましょう。ハブは山から海辺までどこにでも潜んでいる可能性があります。そのためハブのことを知り、暮らしの中でハブ対策を取り入れることはとても大切なことです。普段生活の中でハブを見ることは稀ですが、もしハブに遭遇したときはどのようにすればよいのか、ハブを見つけたときの対処法をご紹介します。あれ何？お父さん何かいるよ。ん？何？ハブだ！ハブを見つけたら絶対に近づいてはいけません。ハブから 1.5 メートル以上の距離を保ちながら、なるべくハブを見失わないようにしましょう。お母さん、ハブ！ハブが出たよ。ハブは音に反応しないので大声を出しても大丈夫です。ハブから目を離さないようにして、ハブがいることを近くの人に伝えましょう。あ、どうしよう。あ、近所にハブに詳しい人いるから電話してみる。生活している身近な場所で見つけたハブを見失ってしまうと、いつどこで被害が出るか分かりません。無理をしない程度に対処しましょう。この時何よりも噛まれないことが大切です。子供だけの場合は絶対に近づかずに大声で大人を呼びましょう。もしハブが逃げても追いかけずに、見たことを大人に伝えましょう。対処が難しい場合は警察を呼びましょう。ヘビの種類を見分けるのは難しいので、可能な限り写真を撮りましょう。ヘビを見失ったり、万が一噛まれてしまった場合、適切に対処するための判断材料になります。道具を使って対処できる大人がいる場合は、十分に注意した上で捕獲または駆除しましょう。ハブを叩いて駆除する場合は 1.5 メートル以上の長い棒を使ってください。おい、ハブが出たっち？沼に出たんです。よろしくお願いします。すごい。ハブの捕獲は大変危険です。経験者であっても油断はせずに十分に注意しましょう。夜は特にハブに気をつけるよ。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ。じゃあ、そろか。よし、明日家周りの片付けしよっか。そうね、僕も手伝う。私も。よし、じゃあ中入ろうか。
豊かな自然や伝統文化に恵まれた奄美大島。そこで暮らす私たちにとってハブを知ることは自然と触れ合う上で大切なこと。私たち一人一人が意識してハブの生態を知り理解していくことが、自然や文化に恵まれた奄美大島での暮らしをより豊かにしていくことでしょう。はい、お疲れ様。勉強になったかな。ハブについてわからなくなったらまた見に来てね。それじゃあハブはナイスデー。